は、ドクトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、いい子に育てるためのコツということでお話をしていきたいと思います。皆さんのワンちゃんどうですか？いい子に育ってますでしょうか？中にはね、困ってる方もいらっしゃると思うんですけども、まずはね、ワンちゃんとの接し方でどういう風にしていったらね、整いやすいのかなっていう話をね、していきたいと思います。まずですね、一番大事なことっていうのは、ワンちゃんによってそれが違うっていうことを私たちも理解しなきゃいけないっていうことですよね。最初っていうのは、ワンちゃんに合わせてあげるっていうことが非常に大事で、どういうふうに合わせるかっていうと、例えば人懐っこくして一緒にいたいよとか来るよとか遊んでっていう子たちには、遊ぶ時間とかを十分取ってあげたりとか、マリーちゃんみたいにちょっと人との距離を置く子の場合はこちらも距離を置く、ワンちゃんに合わせてあげるっていうのを、じゃあどうやって合わせたらいいのっていうと、その性格で合わせてあげるのが一番いいなと思ってて、例えばね、面白いのが遊んでほしいよっていう子たちの場合って結構激しいじゃないですか。だから遊ぶ時間が短くなるんですよ。で、遊ぶ時間が短くなるとどうなるかっていうと、今度遊んでくれってなるわけですよね。で、私たちは噛んできたりとか飛びついてきたりするから遊ぶ時間がもう経ってるんですよ。で、そういう感じになっちゃうことが多いかなと思ってて、マリーちゃんみたいなタイプの子は逆で、例えばね、この子が離れました、全然来ません、で、私たちも全然来ないから逆に声かけに来たりとか触ったりとかしちゃうんだけども、逆にちょっと距離を置いてあげると自分でこうやって来るんですよ。ね、自分でこうやって来るようになってくる。で、来た時に何か私たちがそこで接触していくっていうのが一番良くて、どうしても私たちっておとなしくて来ない子になってくると、マリー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 って構いたいって言っちゃうんだけども、こういう風に、ね、なってくればマリーもね、だいぶ慣れてきたんで、最近お腹出す時もあるんですよ、ね、でもそれってワンちゃんみんな、じゃあマリーも最初からこんな風だったのって言うと、そうじゃなくって、かなり距離を取る。その状態で私たちが時間をかけてあげたって、こうやってお腹出すんですよ、すごいね、時間かけてあげたからワンちゃんとの距離が近くなっていく。さっき見たお腹なんか、この子の場合は出そうと思っても出さないですからね、本来は。なので今みたいにちょっと嬉しくなった時にパンパンとお腹出してくれる時があるよっていうだけの話ね。なのでよくね、臆病で怖がりねっていう子たちの場合は、臆病さんで怖がりさんなんだけども、この中でも十分に時間をかけていってあげれば、実はああやって変わっていく。で、私たちが怖がりで変われないって決めちゃって、そういった時間を取らなくなって短くなればなるほど、ワンちゃんたちからすると震えて怖がって終わり、で、それを何回か繰り返していくうちにどんどんひどくなっていくみたいな形になってくるんですよね。なので本当はね、遊んで遊んでっていう子たちの場合はたくさん遊んであげる。ワンちゃんたちを育てる中で一番大事なことって何かっていうと、私たちがどれだけ時間を使ってあげられてるかね。例えば困ってますっていうお客様で改善できませんっていう方の場合、一番多いのはワンちゃんにかける時間が少なすぎる。その少ない時間でどうにもならない子たちの方がね、大半なんじゃないかなって思ってます。なのでワンちゃんたちも人間の子供も一緒ですけど、育てる上で大事なことっていうのは時間をかけてあげる。ただ時間をただかければいいっていうわけじゃなくて、マリーちゃんみたいなタイプの子、おいでおいでって言って追い回したらもちろんダメだしね、変わってほしい、遊んでほしいっていうタイプの子をほったらかすのもあまり良くないですよね。その子たちがちゃんと使ってほしい方向に私たちは時間を使えてますかっていうことを見てあげるっていうことですね。そうするとワンちゃんたちも遊んで遊んでっていう子はいっぱい遊ぶ時間を作ればもちろん落ち着いていきますし、ね、ちょっと怖がりさんとか慣れるのに時間がかかる子は十分に、ね、距離を取っていってあげれば、ワンちゃんも安心して落ち着いていけば、こうやってお腹出したりとかね、あとは近寄ってきたりとかね、そういったことが出てくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、まずはワンちゃんたちがかけてほしいところに時間をかけてあげる、そこから入ってあげると非常にスムーズにいくかもしれません。はい、ということでね、ワンちゃんね、生き生きしてますよね。かなり時間かけました。私もね、やっぱりね、ついついね、怖がりな子に対してしつこくしちゃったりとか、どうしてもやっぱりね、噛んで飛びついてってやってくると、そういうことは距離置きがちっていう管理さんの気持ちは非常にわかります。でもそのままだとね、ワンちゃんたちね、どうしたらいいかわからないと、やっぱりね、なかなか落ち着くのに時間かかっちゃうんじゃないかなと思いますので、その子その子の性格に合わせてですね、的確に必要な時間満たしてあげてみてはいかがでしょうか。